下関で活躍している地元を愛する人たちをご紹介するトーク番組、素敵な下関人を山下真由美がご紹介。それでは行ってみよう、下関人図鑑。Jカムからお届け、下関人図鑑。一緒に歌っていただいてありがとうございます。お粗末でございましたこの番組は下関で元気に活動している下関人にゲストとしてお越しいただきましてお送りしています、トーク番組下関人図鑑です。今回も進行役は私、山下真由美です。よろしくお願いいたします。そして今回のゲストをご紹介しましょう。こちらです。西部地区まちづくり協議会の会長でいらっしゃいます、有島康久さんです。有島です、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ今回はですね、新型コロナウイルスの対応ということで、真ん中にアクリル板を立てての収録となっております。さあそれではですね、早速もうトークテーマをご紹介しちゃいたいと思いますよ、うん、こちらです。じゃん、家業は厳島神社の宮司です。2つ目、神社と町づくり協議会どちらも…点々点。3つ目、西部地区の未来を子どもたちと共に。この3本柱でお送りしてまいります。さあまずはですね、1つ目のテーマ、家業は厳島神社の宮司ですということで、本当に有島さんといえばですね、もう厳島神社の宮司さんだということでご存知の方も多いと思います。ご実家がもともとね、厳島神社ということですが、お住まいも神社の方に住んでいらっしゃる。社務所に住んでおります、うん、はい、これ住所でいうと何町になるんですかね。上新地町 1-1-11 です。すごい、1が並んでるんですね。へえ。有島さんはご兄弟は何人ぐらい。兄弟は4人兄弟です。あ、そうですか、はい、私が一番末で、あ、末っ子さんですか。そうなんです。一番上は兄と、から姉私ですね。あ、はい、そうでしたか。はあ。でどうでしょうね、その子供の頃って何かこう、うん、まあ特に力を入れていた、頑張っていたこととかございますでしょうか、ね、中学校はそうですね、父が柔道をしておりましたんで、柔道部に入って、なるほど、やっておりました、はい。それは部活動ですよね。お父様に教わってたわけじゃないですか。ですね、たまには顔を出してましたね。実はその当時のお写真をお借りしております、こちら、強かったですか、柔道は。そうですね、まあまあ強かったですよ。そうですか、はい。まあ、だんだんこう、ね、将来の話とかも決めないといけないかなっていうところでもあると思いますけれども、どうでしょう、なんか家業といいますか、こう神社のお仕事、家業って言っていいかわからないんですけれども、この神職さんになるとか、そういうのはいつぐらいからこう意識始めたんですか。そうですよね、なんか周りの方が気を使うというか、そんな感じですよね。まあ私本人は別にね、どうか思いませんけど、まあ人間が素直からそのままずっと来たんでしょうね。まあ、失礼な話、末っ子さんが今、結局宮司をされてますけれどもね、お兄様はじゃあ、そうですね、一番上は兄ですから当然、まあ、順番からいけばというふうになるんですけど、まあ昭和20年のその頃の流行り病で、亡くなりましたんで。そうでしたか、うん、その後高校大学進まれますかね、大学はやはりそういう学ぶ場ですか。ええ、大学機関で、全国に2校がありましてね。あ、はい、ありますね。一つは、磯野工学館大学、からもう一校は東京にある国学院大学、私は東京の方の国学院大学の神道学科に、進みました。そうですか、はい。大学はご卒業された後はどちらにお勤めになられるんですか。京都の伏見稲荷大社に。おほー、有名なところですよね。奉職いたしました。へー、はい、その頃のお写真だと思われるんですけれども、はい、これですか。そうですね。どうですか、恥ずかしながら私のようです。いや、色男ですね。いや、やっぱこれが深いですもんね、有島さん。 ね、どうでしたか、その京都伏見稲荷は。そうですね、修行の場としても、まあ、観光もすべて良かったですね、はい、京都はいいとこでしょうね。そうですよね、そうですか。でどれぐらいいらっしゃった。
1年と7ヶ月。結構短いですね。そうなんです。父がね、病気で倒れましたんで。あららら、そうでしたか。だからすぐ帰ってこいということで、辞めざるを得なくて、それで帰ってきて、今今日までずっと。もうずっとこちらの厳島神社ということですね。で、ご自身が宮司になられるのはおいくつぐらいの時になるんですか。いくつぐらいでしたかね。ちょっと私計算ができないからですね。確か平成の12年ぐらい。手元の資料によりますと、52歳で宮司になる。あ、そうなんです。書いてあります。大体そんなんで合ってますでしょうかね。でしょう。じゃあその間結構お父様も健在でいらっしゃったわけですね。60ちょっと前でね、倒れましたんで、それから何やかんやと90歳まで行きましたんで、結構長生きされて。そうですよね。その間いろいろとね、病気もしましたけど、しっかりと宮司を務められたわけです ね。なるほど。それではですね、次のテーマに行きたいと思いますよ。こちらです。はい、神社と町づくり協議会どちらも…ということで、ちょっと意味深なテーマになっておりますけれども、まあ、改めてですね、有島さんといえば厳島神社の宮司、厳島神社の創建についてちょっと伺ってよろしいでしょうか。名前の通り厳島神社ですんで、これ平家の守護神ですよね。広島にありますよね、本社は。はい、はい、その平家の守り神ということで、源平合戦の折、平家の御座戦にお祭りしてた神様が戦い敗れて、この近くの浜に流れ着いたと。そうして近くの里人がお告げによりそれを発見して、この現在地にお祭りをしたという歴史ですね。有島さん、宮司何代目でいらっしゃるんですかね。私はですね、有島家がこの神社の宮司になったのも、藩主の命によってここの宮司の、だから明治の初めですね。結構そんなに古くから宮司を務められてるってわけじゃないんですか。そういうことなんですね。で、ちなみにですけれども、ご子息の皆さんも神職をされてると、そうですよね。どうしたことか、みんなすごい神主やっておりますね。何人いらっしゃいますか。男の子3人です。3人息子さんいて、3人とも、そうですね。すごい。じゃあ長男さんか誰かが継がれるのかな、宮司さんになるのかなという感じですよね。地元の人にとってはどうでしょうね。どういうご利益がある神社だなって慕われているわけですかね。ご利益と言いましょうか、皆さんそれぞれの願いを持ってお参りされてますんで、そうですね。神様のことですからね。皆さんちゃんと願いを聞いてくれるものと思います。戦前戦後のあれですね、前半は非常に漁業が盛んなこの下関は町でしたんで、そうですね。非常にそういった大量祈願とかいう、そういうご祈願が随分多かったようですね、その時代は。そうですよね。なるほどなるほど。それぞれ氏神様にはその氏神様のこうエリアというのがあるようですけれども、はい、この厳島神社のエリアといったらどういう町が含まれるんですかね。といえばですね、ざっと言えば武田座町、新地、長門町、今浦、上新地、新地、長崎町ですね。はい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 、はい。それと、この町づくり協議会の西部地区のエリアが、一部重なっておりますので、はい。ちょっとこう似たようなところありますか、西部地区まちづくり協議会のエリアとは。そうですね。地図があればそれにこう重ねてやれば大体わかる。やはり残念ながら今ありませんので。そうですね、手元の地図で確認していただいて、でそのまちづくり協議会、西部地区まちづくり協議会の会長をされて、さらに厳島神社の宮司もされている。なんかこうそれぞれね、町のためにこう、なんかこう活動といいますか、働きをされてるのかなっていう私印象なんですけれども、どういうこう気持ちで勤められてるんですか。800有余年皆さんがお守りした神社ですので、やはりそういった気持ちを大事にしてこれからもやっていきたいというふうに思っておりますか。で、町づくり協議会の会長としてはどんな気持ちで活動に努めてらっしゃいますか。そうですね、ここのエリアはですね、やっぱり高齢少子化ですね、
だからそういったことでやっぱり高齢者を大事にしなきゃいけないし、またそうやって若い人もおりますんで、まあ、みんなが楽しくできれば一番いいというふうに思っております。なかなか、ね、大変ですね。どの世代も充実した楽しい街っていうのはなかなか大変な、大変ですお仕事かなと思うんですけれども、はい、それではですね、最後のテーマに行きたいと思いますよ、はい、こちら西部地区の未来を子どもたちと共にということで、西部地区まちづくり協議会のですね、はい、活動内容をもっと掘り下げていこうかなと思うんですが、まずはですね、まあ、よく言う下関市内にたくさんあるまちづくり協議会のこう役割といいますか、はい、そういうものはどういうふうに捉えていらっしゃるんですか。まずこれができたのは今前田市長の前の市長の、中尾市長の時ですね、まあ、地方分権というような言われた時代ですよね。それで当時の中尾市長がですね、住民自治によるまちづくりをやってくださいと、予算もつけますと、そういうことで、じゃあやってみようということでですね、この中学校校区単位に、取り組むということで、まず最初その校区にある、自治連合会長が集まりまして、私もその時の一人でしたけど、まあ、この町づくり、町はどういう町かということから始まって、いろいろと話しまして、まあ、とにかく出発しようじゃないかということで始めたようなことです。なるほどですね、はい、まあ、こうそれぞれの自治会でも自分たちで何かやっていこうっていう、やっぱりそういう協議会かなと思うんですけれども、はい、こちらのエリアは先ほど言われた文陽中学校のエリアそうですねになるということですね。で、できたのは、平成28年とねにできたみたいですね、はい、会長になられたのどれぐらい、何年目とかですか。ですね、初代2代、私は3代目なんです。あ、そうですか。初代2代はですね、まあ、一身上の都合というか、まあ、任期は2年なんですけど1年しかやってないんです。その後私が3代目ということで、今この2期目ですね。なるほど、はい、2年3年目ぐらいですね。そうですね、はい、はい、で、そんな中、この、西部地区まちづくり協議会の、部会が、分かれている、はい、4つ分かれているということで、ですね、まあ、1つが、総務部会、それから教育部会、はい、それから福祉部会、それから安全安心部会、その4つです。そうですね、はい、で、それぞれの活動をちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、はい、まずはそうですね、総務部会から言ってみますか。はあはあ、総務部会でどんなことされてるの。まあ、総務会は全般的な、まあ、総務というか他の会がですね、取り扱わないことをやって、まあ、補完的なことをいろいろと、はい、やるようなところですね。広報誌とかも作っているのは、広報誌作っているのは総務部会ですよね。そうですね、総務部会ですね。はい、ホームページで拝見しました。ご覧になりました。はい、はい、ね、ちゃんとまとめていらっしゃいます、分かりやすく。で、さらに、次は福祉部会はいかがでしょう。福祉部会はですね、オレンジカフェといって、認知症、またそのご家族を対象にして、まあ、月1回第1日土曜日ですね、集まっていただいて、まあ、そういったいろんな悩み事があればまたお互いが話して、お互いを励まし合おうということで、当初は取り組んでおりましたけど、まあ、それにかかわらず、もっともっと高齢者一人で、お誘いいただいて、いろんなことをみんなで楽しんでいこうじゃないかということで今進めておりますけど、そうですね、まあ、ね、コロナが今、まあ、そういうのもありますよね。全然今年集まっておりません。まあ、でも過去の活動の中で、これ見てください。これ何ですかね。卓球なのかな。卓球バレーですね。ね、卓球バレーってあるんですね。このなんか板のようなちょっと大きめのラケット代わりにするのかな。ちょっと詳しくは分かりませんけど。でも結局年代、こう子供さんもいるし、高齢の方もいらっしゃるんで、年代関係なくできるような多分スポーツなんでしょうね。ルールも多分簡単なんでしょうね。そうですね。そういうのもこう福祉部会でもされてるようですね。あと教育部会いかがでしょうか。ですね、少子化でですね、またそういうことで子ども会、昔はどこにもありましたね、子ども会、今それが全部もうなくなりましたんで、子どもの居場所がないということで、じゃあなんとかそういうことをしようじゃないかというとで、テロ小屋を主催する方がいらっしゃって、はい、またこの、ね、ちょうどこの地区にいらっしゃいますんで、はい、まあ、そういったことでこの教育部会に
入ってもらって、子供のために、はい、ね、頑張ってもらっております。写真もありますけれどもね、特にこれはまあ夏休みの勉強会とか食事会とか、なんかちょっと ね、あの研修会みたいな感じでお出かけしたりとか、旅行に行ったり、ね、あるみたいですね、はい、昔あの子ども会がやってたようなことを、本当やってましたよ ね、なるほどなるほど。でそして最後に安全安心部会、これはどういうことをされてますか。これはですね、うん、あの近年やっぱりいろんなあの津波とか、地震とかそういった防災関係関心が高まってますので、まあ、この地区もぜひ、お年寄りも多いところであるからですね、まあ、ですね、きちっと自分の住んでる町はどういう町かということで、去年やりまして、これは頭上訓練なのかな、ね、自分の住んでる町にどういう施設があったりとか、はい、どういうところに避難すればいいとか第1弾目をやったんですね。ハザードマップを確認したりとか、はい、いろいろされてますけれども、あのそうやって新型コロナの影響でちょっと今年度はねなかなかできることが少ないですけど、それでもちょっとこうコロナの数が少しあの少なくと言いますか、はい、あの、落ち着いてきているところでできていることもあるということなんですけど、そうですね、まあ、例えばあの、11月に何か開催されたそうで、はい、これですね。そうですね、まあ、2年前ですね、と町づくり協議会で、まあ、主催で焼肉ビールフェスタというのをやったんです。ありました、はい、うん、それで、今年はリトルプさん、はい、そのお祭りも、コロナでなくなりましたので、ね、地元の、ね、11月ありますね、地元の若い人が何とかして何かをしたいということでですね、まあ、まちづくりに協力してほしいということで駅前グルメフェスというのを11月23日に開催をいたしました。ちょっとでもできることをね、うん、安全対策も心がけながら開催されたということですね、はい、さあ今後ですね、こんなことをやりたいとか、うん、具体的にありますか。イベントとしてやってみたいな、そうですね、とか準備していることとか、まあ、今年はもうコロナでできなかったんですけど、まあ、小学生中学生を集めて自分の住んでる町をですねどういう町かということを、まあ、話しながら、このこういう町にした方がいいんじゃないかとか、こういう町であってほしいというようなそういった子どもたちの集まりを持ちたいというふうに思っております。あ、なるほどですね、はい、まあ、そういう声を聞いたりする場があったり、うん、あとはそうですね、こんな時代だからこそ例えば運動会とか一緒にされたいとかいうのがあるんですかね。ですね。だからこの教育会の中にある小学校では今までずっと小学校独自でやってましたけど、単独 で、そうですね、もう今少子化で子どもさんも少ないし、ぜひ地区の運動会として取り組んでくれないだろうかというようなことで、来年も実施するようになっておりますね。そうなんですね、はい、なるほど。あとはやりたいけどやりてなかった自転車教室っていうのがあるそうで、あ、そうですね、もう忘れてましたね。ちょっと忘れないでやってください、ちゃんと、ね、自転車の今年、そうなんです、今年3月やる予定にしてましたけど、ちょうどコロナが出てきましたんで、でも中止しました。コロナの時期だからこそ自転車乗る方多いんじゃないですか。多いんですよ、ね、電車とかバス乗らないで、多いんやけど集まったりいけないというそういった、まあね、ことが、ね、ありますジレンマがありまして、ぜひでもちょっとこうね、うん、はい、もうちょっと落ち着いたら、うん、自転車の ね安全な乗り方講習の準備をもう十分できてる、今でも今からでもできるよっていう、うん、多分、はい、状態ではあると思うんで、ですね、ね、もうあと日にちさえ決まればですね。本当もうコロナでね、いろんな予定が ねやっぱ立たなくなってますけれども、でもさっき言われました、今後ね、はい、子どもたちも一緒にまちづくり協議会、うん、そうですね、で、うん、自分がね大きくなったら、うん、このまま住みたいなという町にね、うん、みんなで、うん、仕上げるといいですね、うん、はい、そうですね、ある時は神社の宮司さん、そしてある時は、はい、西部地区まちづくり協議会の会長でいらっしゃるということなんで、
二足のわらじでぜひ町の元気のためにですね、はいはい、頑張っていただきたいなと。ジェイコさんぜひ力を貸してほしいと思います。はい、はい、そうですね、ジェイコも地域のね、はい、テレビ局ですんで、はい、一緒に何かね頑張ってやっていきましょう、よろしくお願いします。ということで今回の下関人図館ゲストは、有島康久さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。